バイト。あれ。はい、こんにちは。こんにちは。さあ、今日もベスト5やっていきますが、はい、沼がっぱことなっちゃんです。はい、よろしく。お願いします。さあ、今日は何のベスト5ですか。今日は3万円以内のおすすめの10ベスト5やっていきます。本体が3万円以内で買えちゃうベスト5。そうです。あのバッテリー充電器は込みじゃないです。はいはい、本体だけね。はい、本体だけです。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、早速第5位からやっていきたいと思います。はい、はい。でわざわざここに来たね。来たけども、はい、来たけども、はい、第5位が、第5位はP90 の TR、 こっちの方になります。札だけあるけどこれ10違いますね、うん、はい。さあ、今展示台の P90 のノーマルのものになります。でちょっと画像出してますけども、今回なんでそもそも P90 の普通の方じゃなくて、うん、TR にしたのか、はいはい、っていうところも含めてちょっと話していきたいなと思います、はい、はい。まずまあ P90 自体は、うん、あの人間工学に基づいた形、うんをしていて、あのかなり安定した状態で持ちやすい機種になってます。P90 の TR にした理由としては、もともと P90 にはあのドットサイトがついてるんですけど、TR はそのドットサイトじゃなくて、サイド両脇と、あと上の部分がレールになっているので、3面レール、はい、3面レールになってます。だからトリプルレールの TR がTR、ね、はい、で貼られています、はい、なんで、自分の好きなドットサイトとか、はい、そういったものを乗っけられるようになったので、かなり拡張性が上がっているのかなと思います。はいはいはい、元からついてるドットサイトは、ね、かなりちっちゃくて光量もあの限られてるん で見づらいんです。結構見づらいのよね、はい。まあ、元からついてるんでその、ね、他のつけなくていいっていうのは楽なんだけども、あまり慣れてくるとちょっともっといいの欲しいなと思っちゃうん で そしたらもう、ね、別でつけられるやつがいいんじゃないかということですな。はい、そういうことです、はい。でなおかつこの TR 最初からサイレンサーもついてるんです。はいはいはい。なので後から自分でサイレンサー買ってつけるのもいいですけど、うん、もうそのまま買った状態でも、はい、ノーマルと比べて静かな状態で遊ぶことができる、はい、これも一つの魅力かなと思います。なるほど。今、まあ、店頭で、ね、出てる価格で1000円しか違わないんで、ね、そうなんです、はい。ちょっとネットの価格とあと視聴時期によっては、ね、値段変わってるかもしれませんけれども、1000円しか変わらないで、そうですね、そんなに大きな、うん、2つの機種の間に大きな差は生まれないのかなと思います。と、うんうんうん、はい、てことで私は、はい、第5位に P90TR をおすすめさせていただきました。さあ、はい、続いて第4位やっていきたいと思います。はい、はい、そ第4位はこちら。こちら上、はい、上、うん、下から2番目の、はい、2番目、はい、下から2番目、テクノームズさんのエッジシリーズになります。はい、はい、テクノームズのエッジ SAE14T、はい、いろいろ種類ね、はい、エッジシリーズって出てるんだけれども、はい、その中ではまあ一応こちらを今回ねご紹介すると、ね、はい、今回おすすめするものは、うん、ゲート製のモス FETXASR が搭載されているモデルになります、うん、でまずスペクナーアームズの銃の特徴としては、うん、品質のいいフルメタルの外装、はい、そう、これ全部フルメタルなんですけどかなり綺麗にできてます、うん、はい、っていうこと。あとあのアメリカの実銃メーカー、うん、ロックリバーアームズ社、はい、正規刻印がいます。こっちは、はい、うん、これ実銃のメーカー好きだよって方にもおすすめできる一品になってます、うん、ここでバッテリーはこのストックに 7.4V のセパレートバッテリーが入るようになっているので、はい、まあ、バッテリーもそんなに苦労しないのかなって思います、うん、まあ、ただあのこれ中のコネクターがラージ T のコネクターになっているので、まあ、バッテリーをラージ T に合わせていただくか、うん、あの付属の変換コネクターを使って、なるほど、従来通りのコネクターのバッテリーを使っていただく形になります、はいはい、で今ちょっとねここにアングルフォーグリップいるんですけど、はい、これ最初からついてます。へえ、はい、最初からついてるので後からこれいいかなあれいいかなって探さなくても済むようになっています。他のつけたければつけられるんですね。そうですね、他のつけたければ M ロックになってるので、はい、M ロック対応のアングルフォーグリップを探していただければと思います、うん、はい、
アングルフォアじゃないとダメなんです。え、別に何でもいいですよ。他のでもいいですよね。何でもいいですよ、はい、ライトでも何でもつけられるんですね。そうですね、はい、あの、うん、横も M6 になってるので、はい、お好きなものつけていただいて大丈夫です。で、まあ、これゲートのモセフィーティーが入っているので、うん、まあ、高電気効率、高電気効率、電気効率でいいのかな、はい、うん、電気の効率アップですとか基盤の保護力のアップにもつながっています。はい、重くなってもそうなっちゃったんですか今。はい、重いです。無理です。嫌です。逆の方がまだ見た目いいんじゃないですかね。はい、はい、これちなみにこのカラーはこちらが今グレーですね。これグレーなの。デザートとグレーっていうのがこの今書いて、この札にはね書いてあるんで、はい、これグレー、これグレーですね。なんか変わった色のね、うん、ちょっとかっこいいなって思います。ちょっと違うカラーが欲しいって人には、はい、まさにおすすめ、本当におすすめできます、はい、ということでこちらが4位の商品でした。はい、そしたら続いて第3位やっていきます。はい、はいはい、お肉第3位の商品はこちら、はい、東京マネーさんのハイサイクル電動ガン M4 パトリオットになっております。はい、おすすめポイントとしては、うん、まあまあストックがついてないってこともあるんですが、はい、短いボディだけど、うん、秒間25発出るっていうこの高火力、はい、ハイサイクルモデルと、はい、この高火力のハイサイクルモデル、うん、これがもう何と言ってもおすすめのポイントですね。はい、短くてコンパクトで持ちやすくて軽くて、うん、これで走り回りつつもフロントでぶっ放す、うん、はい、これはかなり気持ちいいと思います、うん、はい、あのフラッグとか狙いに行く方、特にあのアタッカーの方におすすめできるかなと思います、うんうん、今ストックついてないんですけど、うん、こちらストックあの後からつけることも、はいはい、できますので、あの最初ストックないもので買ったけど、うん、やっぱりストック欲しいなって思っても、うん、ちょっと長く使えるかなと思いますので、ストックないのがデメリットにもならないようなことにはなってます。で、あとはマガジンが、はい、M4 マガジンになっているので、はい、あの M4 用のスタンダード用のマガジンが対応して、はい、対応しているので、ドラマガジンも丸井さんからも出てるしね、はい、はい、そうですね、使っていただくと、はい、あのフルオート打って秒間25発でぶっ放しても弾切れが起きないようになります、うん、一応最初についてるのがこれ190、はい、かなり短い、もうすぐなくなっちゃう、すぐあの、うん、一瞬で秒間25だからね、一瞬です。もう早く買った方がいい。 でかいマガジン買った方がいい。そうです、まあ、はい、あとはね持ってる方だったらね、16系のマガジン、はい、M4 系のマガジン、はい、スタンダードだったらこれで使えるんで、そうですね、ちょっと巻き上げの問題とかね、ハイサイクルなんで、うん、あるかもしれないですけど、まあドラムマガジンとか、はい、丸井さんも今出てるし、あとは電動ドラムマガジンもね各社出てるんで、そうですね、そういうのでやってもらうとめちゃくちゃ火力がすごいことになるんじゃないですか。はい、あのぶっ放しながら走っていただけたらなと思います。ということでこちらが第3位の商品でした。はい、そしたら続いて第2位やっていきます。はいはいはい、はい、第2位は下から3番目、はい、はい、G&G の電動ガン CM16 レーダーで L2.0E となっております。買ってあるけど 2.0E じゃん。まあまあまあいいですよ、はい、はい、これ G&G のレーダーシリーズ、うん、まあ、あの基本的には全ておすすめといった形になってます、うん、はい、まずじゃあ2.0、うん、電子トリガーが入ってないモデルと 2.0E、はい、電子トリガーの入っているものの比較していきたいかなと思います、うん、はい、はい、まずレーダーの 2.0、うん、今展示の方にぶら下がってる方になりますね。そちらは、ストックが、うん、あのワイヤーストックじゃなくて、うん、何ていうんでしたっけ、クレーンストックって言うんでしたっけ、この上のやつだね。そうです、そうです、はい、そうです、ああいうストックになっているので、M4 のクレーンストックになってると、はい、普通のバージョンになってると、はい、はい、なのでそっちはセパレートの、あの 7.4V のバッテリーが入るようになっています、はいはい、まあその他はまあ変わんないんですけど、うん、M6 でハンドガード樹脂製だったりとか、うん、いった形になってます。対して、2.0E、うん、まあ、L2.0E の方は、うん、電子トリガーが搭載されている、うん、ということがまず一つの大きなポイントになってます、はい、うん、はい、だ ETU と MOSFET が入っていることによって、
トリガーの切れとかがアップします。さらにフルオートは、トリガーの操作で簡単に3点バーストに変更することができる。なるほどね、はい、こちらもいいなって思う。いいなってなります、うん、ただこいつに関しましてはストックがワイヤー式になっているので、うん、まあちょっと、はい、バッテリーのところが狭くなってます、うんうん、ちょっと入れるバッテリーを選ぶ。そうですね、ちょっとここに一緒のところに電子基板とかも入っているので、うん、それらにもちょっと気を使ってあげなきゃなっていうのがあります、うん、ただこれエクステンションがまあ出てたりとかするので、うん、そういった形でちょっと工夫していただければ楽しんで遊んでいただけるジュニアになっております、うん、まあ、ただ今ワイヤーストックの方が好きだよって方もかなりいるとは思うので、そこは好みに合わせて見ていただけたらなと思います。私はゼミさんワイヤーストック嫌いなんですけどね。私は長さが合わないので物理的に嫌いです。俺ら手を挟む。私それ血まめしたんでそれも嫌、でしょ、ね、嫌ですね、うん、まあまあまあかっこよさはねデザイン的にはこっちの方がね、はい、っていう好きだっていう人多いと思うんですけど、伸び縮みがねめんどくさいというか、まあ、あとバッテリー問題はねやっぱどうしても出ちゃうかなと。ただG&G さんのワイヤーストックって、うん、股間とかもストーンって落ちるような勢いのついたまま落ちるような、うん、かなりスムーズなワイヤーストックではないので、うん、指挟む心配は少ないのかなと思います。比べるとね、はい、比べる安心して使っていただいて大丈夫です。はい、はい、ってことで、ってことでこちらが第2位の商品でした。はいはい、さあいよいよ第1位発表していきたいと思います。なんですよね、はい、いらっしゃいます。はい、第一の商品はこちら、ダブルイーグルの電動ガンハニーバジャー by Q となっております。はい、まずこのダブルイーグルのハニーバジャー by Q、うん、シリーズが2タイプございます。はい、アルミハンドガードのバージョンと、うん、スポーツラインのバージョン。スポーツラインのバージョンはハンドガードが樹脂製になっております。でも値段もね、ちょっとこっちの方が安い、ね、お値段もちょっと変動するんですけど、はい、お好きな方を選んでいただければなと思います、うん。ハンドガードとして共通なのは、うん、どちらも M ロックのタイプになっているので、はい、まあね、M ロックもいっぱい面があるので、はい、拡張性はかなり高いのかなと思います、うん。で、どちらもセミハードガンケースついておりますので、うん、弾とかバッテリーとかあればそのまま突っ込んでフィールドに行けるような仕様になっております、はいはい、とバッテリーがこのストックチューブ内って言ったりとかね、うん、ここの中に収納になるんですが、これ中のコネクタ、ラージ T 型、はいになっていたりとか、うん、コードがシルバーコードに変わっているので、うん、通電効率とかも高いようになってます、はい、ただラージ T 型のコネクターのバッテリー持ってないよって言ったお客様いらっしゃると思います、うん、でも大丈夫です、no. ちゃんと変換コネクタ最初から入ってありますので、はいはいはい、今お持ちの従来のバッテリー使っていただくこともできるかと思います、はい、もしまあ、本当は一応 T 型コネクタにした方がいいということで、はい、もしコネクタごと買いたいよっていう場合はパドックでもね、工賃と部品代とかで受け止まってると思いますので、はい、受け止まってます、はい、そちらの方もねご連絡いただければ対応できますということです。はい、はい、でこのハニーバジャー、うんうん、実は FCU というものが搭載されています、うん、はい、なのでまあバースト、うん、バースト設定が1から5まで設定できたりとか、はいはいはい、トリガーのレスポンスが3段階、うん、あとはダブルショット、うん、これらが設定できるようになっているので、うん、かなり設定の幅が広いのかなと思います。なるほど。さあこちらが第1位の商品でした。さあ、はい、ということで今日は3万円以内で買えるおすすめ商品ベスト5ねやっていただきましたが、どうでしたか。どうでしたか。どうなんでしょう。沼カッパーランキングとしては、うん、まあまあまあ本当は乗っけたかったけど、うん、数的に乗っけられなかったことかもいるんで、ええ、ぜひウェブサイトの方でも値段順っていう風に検索することもできますので、ええ、今回ちょっと紹介できなかった中たちも、うん、ちょっと皆さんの方で気になる
ものがいれば調べてみていただけたらなと思います。もちろんね、店頭来ていただいて、はい、他にもおすすめはって聞いていただければ。そうですね、ただちょっと、5丁以外でもね、好みを聞いたりとか、はい、使い方によってはまた違う10がおすすめできます、ね。はい、今回一応値段縛りのベスト5でご紹介させていただきましたね。はい、ということで、ということでバイバイ。やっぱ気合が抜けてんな